クラッシュ、ティアーカールタイプの茶缶クラッシュ、ティアーカールとは、比較的新しい紅茶の製茶法、あるいはそれによって、生産された紅茶の茶葉の等級である。ローター版製法などを含め、旧来のオーソドックス製法に対して、アンオーソドックス製法とも呼ばれる。CTC 製法とは、押しつぶし、引き先き、 マルメルという紅茶の充電処理を CTG という充電器によって行う製法である。従来のフルリーフやブロークンに比べて茶葉の表面積が小さくなるため品質の安定や短時間で抽出できるといったメリットがある。ティーバッグに向いており世界の紅茶総生産量の3分の2がこの製法で作られている。インドのアッサム州やスリランカの一部、またアフリカなど 新興の紅茶生産地で CTC 製法を採用した紅茶を生産している。CTC 製法はオーソドックス製法に対して製造コストの面でも有利であることから緑茶製造への技術移転も進められている。写真は日本の茨城県日本店を置く紅茶店加水牧で2009年に取り扱われていた紅茶アサム CTC の茶間紅茶の 製造工程荒茶工程伊藤園2019年7月28日閲覧 AB 小国 2004B163 緑茶特集お茶トピックスイコール日本 CTC 茶協会設立低コスト製法の普及を目指す日本食料新聞2014年12月15日2019年7月28日閲覧ありがとうございます